今回のトップダンディラブ TV ショーはお久しぶりぶりの初回接客王決定戦です。初代接客王強敵コーマ主任を倒すべくラブの新人キャストたちが大奮闘。最初の挑戦者はこの方。どんな女性も何のその、密着デートでリリコさんを落とした実績あり、ピエン女子も落とせるか、一ノ瀬瑛太さん。いいですか、ご出演。あ、どうぞ。ありがとうございます。はい、成人はされてます？あ、はい、あ、21歳です。あ、21なんですか、はい、若い。ありがとうございます。今年22の代ですか、そしたら。今年の3月で21歳だったんで、そうですね。そしたら、そうですね、誕生日月一緒ですね。あ、一緒ですか、うん、はい、僕も3月なんで。あ、本当ですか。ちょっと入れすぎちゃった。なんか可愛いなって思って。可愛いな、はい、すごい可愛いなって思ったんで。褒めないでください、緊張しちゃうから。本当ですか。これ好きなんですか。大好き、僕。もともとカロリーっていうやつだったんですよ。はい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 。え、なんかお母さんがカロリーの時めっちゃ飲んでました。お母さん細狂いっすか。あ、違いますよ。いや、ちょっと我慢してくださいよ。お母さんめっちゃでもお酒飲む人だったんですよ。あ、あれですか、ロシアのハーフみたいな。あ、そんな感じじゃないです。北九州から生まれたとか。あ、そんなことない。そんなことないです。はい、そんなちゃんと聞いてもらっていいですか。ニハオ。おぉ、手ちっちゃいっすね。手ちっちゃいんですけど、ちょっととりあえず私飲む人好きなんで。あ、そうなんですか。飲んでもらっていいですか。あ、はいはい。部活とか何やってました？昔野球やってた。うん、そう。だからね、大丈夫ですか、震えてるっすよ。缶重たいっすか。全然重くないっすよ。もっと飲めよって思って。あ、すっげー跳ねるこれ。入れます？あ、入れてください。もっと入れないとダメだよ、これ。大丈夫ですか、そんなもんで。なんかもっと、だから飲む人が好きだからちゃんと飲んで。ちゃんと、うん、いいっすか。ちゃんと飲んで。乾杯。はい、乾杯一杯おっぱい。乾杯一杯おっぱい。もっと飲んでもらっていいですか。本当に飲むよ、大丈夫ですよ。本当に飲む人が好きなんで、その辺真面目にやってもらわないと私今くれそうなんですよ。ちゃんと言ってもらっていいですか。わかりました。ちゃんと飲んで、早く入れろって。入れてるやん、どう見ても。乾杯。おい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 、はい、1杯2杯は当たり前。はい、3杯飲んだらお得前。はい、1杯2杯は当たり前。はい、3杯飲んだら。自分飲んだ。バレた、バレた。いや、スカネが嫌なんだよ。全部飲んでるよ、僕。お、携帯落ちちゃった。拾えろじゃん。いや、いいね、お話ししてるから。拾え。拾え。あ、すいません。ちょっと飲む前に拾え、早く。あ、やばい。準備早くして。いや、結構早くですよ、僕。もうだから喋るのいいから。いや、何しに来たん。飲みが足りないんだよ。ちょっと一回もうちゃんと飲んで。乾杯しないんですか。乾杯しなくていいから飲んで。乾杯しない。飲んで。飲んで。ちょっといい加減しろ、マジで。危ない危ない。もう投げちゃダメだよ、危ないから。いい加減しろ、早く飲んで。おいおい、開けるから。飲んだよ。ないね。ありがとう。ちょっとストレス発散になりました。あと1分でーす。いや、そういう質問いらないから、マジで。いらないですね。なんで。でも、お話は別にいいでしょ。話もしていいけど、はいはいはい、なんか、飲むペースも話すペースもこっちに合わせてっつってんの。日本語理解できる。日本語理解できる、まあ、じゃあ日本で24年間生活してるから。24年間、頑張ってるね。頑張ってるでしょ。頑張ってるね。ちょっと、一緒に飲もう。結局だ。多重人格なの。お時間でーす。ちょっと好きかもしれない。あ、本当。なんか一緒に飲んでくれるのやっぱいいなって思った。なんかありがとうございました。いいえ。なんか仲良くして。バイバーイ。瑛太さん、ありがとうございました。続いての挑戦者はこの方。文句があるなら会いに来い。炎上上等、黒崎瑞希副主任。します。黒崎瑞希と思います。はい、お願いします。お名前はリリコです。
みりこさんで、かしこまりました。ただ一緒にお酒飲みましょう。はい、はい、普段も結構お酒は飲まれる。飲みます。飲みます。いいっすね。どんぐらい飲むんですか、いつも。日本酒飲みます。結構飲むじゃん。結構飲むじゃん、しっかり。じゃ、ちなみに年上と年下どっちが好き？どっちも好き。どっちも好き。一番難しいな。一番難しいな、本当に。好きな男性のタイプからおっしゃってましょう。あ、はい。どんな感じの M の方が？あ、なんだろう。あいや、どういう場面の言うこと？尽くしてくれたんでしょ。はいはいはい、うん、その姿が可愛い。ああ、じゃあ可愛い人のが好きなの。かっこいいよりも。うん。あ、はいはいはい、全然僕見た目可愛くないんですよね。いや絶対思ってないじゃん。絶対思ってないそれ。女性の好きなタイプ、内面が大人な人。あ、年齢関係ない。年齢関係ない。年上の女性がちょっと甘えん坊だったり、ちょっと幼いなって思う。それはありかもしれない。それはありかもしれない。なんかあります？聞きたいこと。私のことをどうやって落としてくれる？今日どうやって落としてくれる？おー、それはもうニャンニャンしますよ。あ、そうなんだ。ニャンニャンですよ。ニャンニャンですよ。なんかありますか？なんかありますか？うん、聞きたいこと。酔ったらどうなるか。酔ったら、あー、ちょっと飛ぶタイプ。あ、そうです。あ、はいはい。酒癖が悪いタイプだ。あ、ん酔ったら、よくなくすタイプか。ねえ。はい。寂しくなっちゃう。はいはい。いいじゃないですか、女性可愛らしくてさ。酔って寂しがり屋ぐらいには受け入れられる。あ、もちろん。もちろん。え、じゃあ、今日は、はい。もちろん。全然いい。何年もする。何年も。何年も。あー、行きましょう。すぐ行こう。もうすぐ行こう。もう今から行こう。今から行こう。もう、ちょっと照れるな。これはなあ。もうすぐ行こう。バスタイムも失ってます。もう来年言ってんじゃん。そんなことないっすよ。もうやらされたわ。それ逆もじゃん。誰とでもそんなことね。はい、水木さん、ありがとうございました。今回はここまで。次週は2人に負けないすごい接客で癖の強いお客様をおもてなししちゃいます。お楽しみに。告知があるということで。あるということで、私木下リリコはただいまクラウドファンディングに挑戦させていただいてます。ミニアルバム CD ということで歌をちょっとね、頑張ってみようかなと思うので、はい、ぜひ5月8日までのとはなってるんですけど、クラファン支援していただいて、ただ嬉しいです。お願いします。父の梅梓です。7月末、ちょっとまだ口はできないんですけど、結構皆さんが喜びそうなことが決まったので、歌での告知お待ちしてください。待っててください。はい、お願いします。